そんな師匠を思いながら出来上がった曲、次の曲に出来損ないのね、天使という曲ちょっと待って、何でもつなげたらええっていうのちゃうちゃう、ちょっと何でもつながってる、それは何でか、ね、皆さんね、自分たちご自分は一体何者なのかということをご存知ですか？知らん、また変なこと言うたらもうすぐ変なこと言うから。本当はね、実はね、本当はね、天使なんですよ。外で言っちゃダメですよ。本当は天使、それだけね、愛のあるね、もうすごくあったかい中身をみんなお持ちなんです。普段はそんな悪い顔したかったりとか、いろんなことがあって悪いこと言うたりとか悪口言うたり、それは知りませんよ。でも実際は中身は本当は天使なんですね。でしょ。なんでこんな思うか、そうや、でもそうだから私たちは日々ね、修行をしながらですね、ちゃんと天使になるために。でもそれがほら、人の悪口言ったりとか、あ、嫌なこと言うでしょ。だからそれができ損ないやっていうことを言いたいですよ。あ、ね、ほら、ええこと言うたんちゃう、ね、だから私たちは天使に、のようにいつも笑顔で、そして、自分のご機嫌を取りながらですね、で毎日ちょっと前の聞いてくれてんの過ごしていきたいなと思ってます。そんな気持ちを込めているんです、私。え、皆さん通じてます？大丈夫でした？通じましたか？ OKOK、ね、そこで出来損ないの天使、皆様きっと途中で手拍子など叩いてくださると思います。叩きたくなるかもしれない、もしかしてね、うん、で後ろにですね、なんとなく羽が見えるかもわかりません。かぶり物はないですか？かぶり物はないです。それがですね、す心の目かぶってます言わずにください。なんかもう外したらもうすごいことになってるみたいなんですけど、あの後ろにね、きっと歌ってる途中でちょっと天使の羽がちょっと見えたくりするかもわかりません。でも別に、ああ見えたとか言わなくても大丈夫なんでね。でも見えた顔してくださいよ。またいてください。後ろ天使、あれほんまやっていうような目してくださいね。こっちから見てますんで見てますでは聞いてください、出来損ないの天使。ところで皆さんね、世の中で今一番大切なものを何っていうふうにね、もし問われたらどう答えられますか？何って、え、奥さん。素晴らしい答えじゃないですか。でもね、いろいろあって、その一つとも選べへんよね。そうです。ああ、そうそうそう。だから結局大切なものってね、実は見落としてしまうんじゃないかなって思うんですよね。せやな。親切という名のせいか、いそっとしておく思いやり。天使の羽はそれぞれ違う。おばあちゃんですけどね、まあ、小さい頃からあんたも何やっても可愛いなってね、甘やかされて育ってきました。だからね、こんな風になってしまいましたよ。わかる、ね、こんななってしまいましたよ。大変やな、うん、でね、うちのおばあちゃんこんなことをよく言うんですよ。もう豪快にね、わーって食事をね、カッカッカッと食べる、人、こんな悪い人いいよってそんな根拠はどこにあるんですかね。ね、だからね、いろんなことね教えてもらったな。こんなことも言ってたと思う。できることを諦めるより、できる自分を描いてみる。天使の愛に理由なんて